でこれはあのよく誤解があるんで言っておきますけどトランプさんは移民反対メキシコからの移民反対といったことは一回もありませんじゃなくて当たり前なんです違法移民反対当たり前ですよね合法移民は大歓迎と国を守るっていうことは国境を守るっていうことだとこれがテロリストであれ違法薬物であれそれが武器の密輸であれ国民に脅威を与えるついて点では一緒ですよね国境の管理出入国管理がちゃんとできない国ってのは駄目だよってことがメキシコ人が身をもって分かったわけですよねしたらアメリカ人が違法なやつは でないそのために壁作るつたって、岸信貴も今度反対できませんよね。大変私はこれはいいことじゃないかと。国際政治学者の藤井元気です。このチャンネルでは私が有料でやっておりますワールドフォーキャスト。 を一部無料でお届けしております。最新号も無料でアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。こんにちは、藤井元気です。えー、令和二年三月三十日です。さて、あのアメリカの方でですね、アメリカのトランプ大統領がこのチャイナウイルスへの,あの特効薬について研究しました、えー。こういう薬です。えー、マラリア ののための薬マラリアというような病気がありますけれどもこれを治療したり予防したりする薬だと聞いています何ていうんですかねハイドロキシークロロキンという通称この頭文字にとって HCQ と言われているもんでこれがあのフランスあたりでこれの 適用を始めたらしいいんですけれどもかなり効くという実績が上が上っているとこの FOX ニュースなんかですとスタンフォード大学でやってですね20人にこの薬をですね投与して目に見えて効果があったということあるいは実際にこの薬を投与されて非常に急に本当に重篤な状態から重症から回復した方の 発言とかそういういのも出てますただ症例とかが少ないので本当に一般的に効くのかどうかというわかりません。で特にこれはですねこの、えーえー、アジスロマイシンというです、ね、抗生物質の一種、まあ、これと合わせて投与してかなりあの効果があったという症例が出てるそうです。えー、もちろんあののトランプ政権としてはですねこれはあの 早くこの病気をコントロールしたよって言いたいわけですからその分割り引いて聞く必要はありますけれども、えー、いろんなですね、えーまあ、ワクチンはまだまだ時間かかりそうですけれどもこういったあの薬ですね特効薬,的特効薬あるいはないし特効薬的なもので症状を抑えられるとか回復に役立っているという薬がいくつかですね今トライされてますので、えー、そちらには非常に大きなあの希望があると。 いいう,うに思いますそしてこのマラリア用の薬治療薬ですからあんまり量がないらしいんですねアメリカもおそらく日本もそうでしょうけどもそれでですねイスラエルのテバっていう大変大きな製薬会社がありますがアメリカ政府にですねこの薬を大量にこれ HCQ を大量に寄付するということを発表して いますえー、ですからちょっとまだ出口はあのゲーム一れは見えないんですけどもお非常におあの希望もありますので、えー、そこら辺、えー、こういった薬でこういった療法で治るということが手探りでも分かってくればですねだいぶ先が見えて明るくなってくると、えー、思います。まあ、通常はこういういウイルス関係の薬、えー、薬がですね新開発したり ワクチンができたりするのは1年はかかるだろうと言われておりますけれどもすでにある薬でですねその効くものが見つかってきたよと日本ではこれもアビガンというです、ね、薬が比較的効くんじゃないかといってこれを今テストをしておりますしかしですねこういった最中ももう政治の闘争というのは続いているわけで。 非常に面白い現象がありまして、今アメリカでアメリカが大変だ大変だっつってるけどどこが一番大変だっていうとニューヨーク州なんですよね。ニューヨーク州がもう本当に大変なことになっちゃってる。ですからあの東京がこれから悪い経路をたどると今のニューヨークみたいになっちゃうということが確実に言えます。皆さんが今あのテレビニュースとかで見るニューヨークですね。 一番あの人が行き来するような普段の下がり場がほとんど人がいないという状況でその救急外来なんかも崩壊状態に近いものがあるとそしてベンチレーター人工呼吸器ですねものすごく足りないということなんですが、まあ、第一線に立って頑張っているのが、まあ、民主党の政治家ですけどクォモ知事ですねニューヨーク州知事これは頑張っているんですが彼は最近非常にそのアピールしている。 そしてトランプ大統領は今まで大嫌いで喧嘩してたんですけどもトランプさんからも、まあ、連邦政府のもちろん、えー、支援がないと戦っていけないとこのチャイナウイルスとは。ということでトランプ大統領にも感謝するとか言ってみたりですね、えー、長い時間テレビに出てですね毎日ニューヨーク州の対応策についてしゃべったりです、ね、頑張っておりますがどうも彼の野心はですね今の大統領選に途中から割って入ってバイデンを追い落とそうと。 そういううい野心がこう満々のようなんですね、えー、そしてあブルンバーグさんという大金もちろんニューヨーク基盤の人がもう選挙戦からおりましたあ。ちなみにこのブルンバーグさんはですねあの雇った選挙員にですねさまざまな約束をしてたんですがそれを約束を破ったといって今ですね 法律訴訟を受けてますというのは、まあ、もちろん大統領選挙ですから途中で駄目になって、えー、大統領選,選挙から撤退するってことはもちろんありうるんでその時はあなた方の雇用の面倒を見るよっていうことを言って、まあ、重要なメンバーですね選挙のコンサルタントとかやらタイマの高い月給も取るわけですけども、まあ、そのプロフェッショナルの人たちにはそうやって引き抜いてきたと,ところが面倒見てくれなかったっていうでですねそのみんな頭きてですねそのクォ <laughs> 訴えているとううようなドガただもありますところがそのバイデンさんでどこ見ても魅力的な候補じゃないというんでクォモさんはですねここで男を挙げてです、ね、この危機管理この武漢ウイルスですねチャイナウイルス危機に立ち向かって勝った。 ニューヨーク州知事っていうことでですねこのバイデンを追い抜いてですね自分が候補者になろうという野心見え見えっていうですねまあ民主党系の人はみんな民主党のそういう選挙ストラテジーにかかっている連中はこれは本本当ののクモ,モの本質じゃないかというふうに言っておりますそれからアメリカとメキシコの国境で面白いことが出ておりまして今までトランプさんがとにかく壁を作れ。 えー、そして不法入国者をメキシコとアメリカの国境に壁を作って不法入国者をストップしなきゃダメだと言っていたわけです。でこれはあのよく誤解があるんで言っときますけどトランプさんは移民反対メキシコからの移民反対って言ったことは一回もありませんじゃなくて当たり前なんですが違法移民反対当たり前ですよね合法移民は大歓迎と言ってきたわけですよね。 ですからその壁がないところもですね長い距離があるのでそこに壁を作れと言ってメキシコ側ではそれを大変反対してきたところが面白い動きがあってえ実はメキシコでもこのチャイナウイルスの感染者が出てるんですけどいまあだにあまり大きな問題にはなってないまあ潜在的には僕はいっぱいいると思いますがえところがアメリカの方で大問題になっているというんでメキシコ人の側がですねアメリカ人をメキシコに入れるんだというね 今までで逆だったわけですがアメリカ人はメキシコに入れるなとしかも合法的にも入れるなと、まあ、観光客とかねあの人によっちゃそアメリカとメキシコの国境を毎日往復して仕事に行ってるなんて人もいるわけですよでアメリカ人を入れるなとして入れ,入れるならその全部検査しろっていうようなことを言い始めてですねでやっぱりメキシコ人もでそれで自分たちなりにですねあの壁を作っちゃってる。 兵、うん、を作っちゃってるあるいはその検問所ですねこのソノーラ州ってとこがあるんですけど国境の州なんですけどソノーラ州で,です、ね、メキシコ人が出てきて検問所を占拠、ね、しちゃってアメリカ州を入れるなっていう運動をやってるわけです僕はいいことだと思います。ということは国を守るということは国境を守るということだとそれがテロリストであれ違法薬物であれそしてそれが武器の密輸であれ テロリストでも、テロリストも、そして、えー、この怖いウイルスに感染した人間も、国民に脅威を与える。ついて、点では一緒ですよね。だから、国境の管理、出入国管理がちゃんとできない国ってのは、だめだよってことが、メキシコ人が、この、見本って分かったわけですよね。したら、アメリカ人が、違法、違法なやつは入れない。そのために壁作るっつったって、メキシコ人も今度、反対できませんよね。うん、大変、私は、これはいいことじゃないかと。 持ってメキシコは実はアメリカとの国境よりもメキシコの南のグアテマラとかそういうところとの国境があってなきゃいければとい状態でそれが非常に大きな問題を読んでおります。えー、それでですね、えー、もう一つ私なんですがなんとですねヨーロッパはですねあの EU はもう事実上鎖国したわけです。で EU 以外のからの人間をもう受け入れない。 ということをしたわけけですけれどもよく聞いてみたらですねドイツのメルケル首相はですねどドイツはまだ難民とか亡命者に対しては国境を開いてるえこの時にですよ普通のお外国の人も入れませんと言ってる時にですよ「え亡命者ちう」。 まあ中東からのイスラム系の亡命者とか難民というのが多いわけですけどもその人たちに対してはドイツは国境を開いいいてててるととううことを確認ししっております、うん、何なんでしょうね別に難民亡命者だけじゃなくて普通の人も含めて全部入れないということにしなきゃその隔離の意味がないわけですけどもこういう人たちはウェルカムだと例外だと言ってるわけですね。うん 頭の中で何を考えていくか分かりませんねこれでもうドイツの秩序はですね崩壊に向かっちゃうんじゃないかと。ということはその医療体制も含めてですね、うん、北京ウイルスに感染する人がですねコントロールできない状況になってしまうんじゃないか、まあこの人たちは治安問題も多く引き起こしてきたわけですけれどもということでですねちょっと我が耳を疑うようなことなんですけれどもこういうことであると、えー、いうことです。 ところが,ところがまあ前から申し上げているようにえ日本はですね厳密に言うとまたチャイナからの,ですねその入国者を厳密に言うと拒否はしてないわけですね拒否はしてないちゃんと手続きがあってですね例えば留学生で入ってくるとか仕事先があるとかいう人がいると受け入れてただ2週間は隔離してねっていうことなんですけどこれもお願い要請ですからね強制ではないわけですよねちなみにチャイナはですね。 外国国からの全てのすて入国を今禁止状態にしとい,いうのは、えー、自分たちは問題解決したんだとこのチャイナウイルスを持ってくるやつは外国からだと今そういうプロパガンダもあるわけですけれども禁止しているわけですですから、まあ、日本もそういったことをですねできなければいけないと、えー、首相がですね早くこのえー コロナウイルス特措法ってやつですね。特措法の非常事態宣言をしてですね。えー、そして皆さんが集まるようなイベントをキャンセルした場合は、そのイベントのキャンセル料保証をちゃんとします、えー、というふうにしてですね。み、え、な、ー、あの皆のこのビジネス雇用それうらうの,の安定を図るということが必要だと思います。これはあの特措の非常事態宣言をしないと枠組みあってもできませんよね。 ですから、そういったことで対処すべきだと思います。予算もまだまだ足りません。まあこれについてはもうお話し,しましたし、またお話しする機会もあると思いますけれども、まあ国民のですね、国の GDP の10%ということは、まあ最低50兆円ぐらいをですね、現金までぶち込むということにしないといけないと思っています。私は国民一人当たり成人20万円配ると、これで約20約成人が1億人いますから、それで20兆円 になそれで、えー、消費税ですねこれ消費税の方がですね0%に私はすればですね、まあ、10%だったんですけどこれを全品目例外品目ということにして0%にする10をロにするこれ3年ぐらいやるまあ大体ですね単年度で30兆円ぐらいのこれはあの減税ということになります合わせて50兆ですね。それからプラス事業費というもので いいろんなものを積み上げていくといいいうことととが大事じゃないかと思います、えー、ともかく希望なきにしもあらずで、えー、特効薬の、ねえー、発見、えー、あるいはあの新薬の開発こういったものは進んでいるようですからこれを期待しながらこのちょ冬の時期、えー、頑張って耐えて、えー、皆さんでこの危機が乗り越えた後ですね笑顔でお,あのお,お互いにお会いできるようになることを祈っております。ます藤井元気でした ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。コメントも大変励みになりますのでよろしくお願いします。それからもっと、もっと情報が欲しい人、もっと見たいっていう人は、あの有料の方のワールドフォーキャストをご覧ください。詳しくは概要欄に記載してございます。